んにちは、親父の家のジジイです。今日は収穫の残りの大根で3種類の大根チップスを作ってみました。さて、美味しくできるでしょうか。
ましょう。まずはこのコンソメ味です。うん、パリパリ、ホクホク、おいしい。次にこの醤油味、醤油、ニンニク、生姜と入っています。うん、これもパリパリ。聞いてこの音、パリパリってするでしょう。うん、最後にこれ、これは和風だしの塩です。うん、これが一番味が染みてるかな。でも全体的にパリパリとした感じで美味しいです。では恒例のこの料理の美味しさの星の数を発表します。今日の料理の美味しさは星0個です。塩味が全然足りませんでした。